ピストルジャズは日本のインストバンド。2008年1月、瀬戸隆史星の呼びかけにより幼馴染みである東野敦夫、森本正文で結成。作曲、編曲は瀬戸隆史星が担当。音源ではパーカッション、エルピ、トランペット等を取り入れ、スリーピースの荒々しさにラテンやジャズのエッセンスを取り入れている。公開する楽曲、画像、動画すべてにおいて、 その著作権の放棄を公言している。ライブでは、インストバンドの特性を生かし、たびたび、ベリーダンサーや多楽器とのコラボを行い、中でも2014年11月に、四国霊状24皿札所である彩美崎寺の、本堂内での僧侶による、和太鼓集団豊山太鼓、との即興コラボ演奏は、話題となった。2013年に、紳士服、ブランド、 コナカが関東など50店舗でピストルジャズのロゴマーク入り T シャツを発売。また、2016年には喜劇より GPS 機能を駆使し、室戸市内に入った時にしか聞くことのできないシークレットトラックを収録したスマートフォン用アプリを発売すると音楽活動以外でも独特な展開を見せた。2021年3月、結成の動機であった生きる証を残すことを 達成したことを理由に解散。瀬戸隆史ギター担当。高知県室戸市崎浜町出身。狩谷明の漫画、美味しんぼ87巻高知編に実名本人役で登場している。ニックネームは高尾ちゃん。また、両肩にツバメのタトゥーがあることから、ファンからは青ツバメとも呼ばれる。森本正文ベース担当。高知県室戸市崎浜町出身。 東野厚男ドラムス担当、高知県室戸市崎浜町出身。ニックネームは、アツムー。松島広島カッション担当、東京都出身。2014年9月より、レギュラーサポートとして加入。参加アルバム、ありがとうございます。